こんばんは、リセのインテリアの浜田です。今回は木材の硬さについて解説していきます。木材の硬さに注目すると自分好みの家具が選びやすくなります。例えば硬い木材は耐久性に優れているので長年使用したい家具に適しています。逆に柔らかい木材というのは軽量なので持ち運ぶ、移動させるという際に便利です。そこで今回はどの木材が硬いか柔らかいかを見分け方とともに見ていきましょう。まずは硬さの指標になる広葉樹と針葉樹の特性について知りましょう。木材の硬さの指標になるのが広葉樹もしくは針葉樹の樹木の種類です。この広葉樹か針葉樹かを知っているとある程度木材の硬さが把握できるのでまずここを押さえておきましょう。まず広葉樹とはたくさんの枝に平たく大きな葉っぱを持つ樹木です。日本では桜や楓といった木が有名ですね。樹木に水分を多く蓄える広葉樹は幹の繊維がぎゅっと詰まっているため硬くて重い木材に仕上がります。硬くて重い広葉樹の木材にはこんなメリットがあります。耐久性が高く長年使用したい家具に最適、揺れに強くソファー、チェアのフレームにも良い、筆跡が残りにくいためデスク、テーブルにもおすすめです。続いて針葉樹は肉厚で尖った葉っぱを持つ樹木です。日本ではヒノキやモミの木が有名です。広葉樹に比べると比較的水分を含まない針葉樹は幹の気密性が低く柔らかくて軽い木材に仕上がります。柔らかくて軽量の針葉樹にはこんなメリットがあります。軽量のため移動や掃除が簡単、手触り見た目が優しい印象になる、柔らかく安全性が高いためキッズ家具にもおすすめです。それでは硬さ耐久性が魅力の広葉樹の中から家具によく使用されるアッシュ、オーク、ウォールナット、この3つの木材について見ていきましょう。まず一つ目のアッシュ。アッシュは野球の木製バットに使われるほど広葉樹の中でも硬く、そして耐久性に優れています。耐久性の他にも爽やかな木目も魅力で、ナチュラルテイストや北欧テイストに合わせやすい木材です。続いて二つ目のオーク。アッシュよりさらに硬くて重いのがオークです。アッシュより強度が高いため耐久性を必要とするソファーやキッチンキャビネットなどの大型家具に使用されるほか、床材としても人気の高い木材です。また木目が細かく反りや割れが生じにくいのも家具に適している理由の一つです。長年使い続けたい家具はこのオークをチョイスすることをお勧めします。最後は3つ目のウォールナット。オークと同等の強度を誇るのがこのウォールナットです。オークと同じく木材に狂いが生じにくく、家具の他にも楽器用の木材として人気があります。ウォールナットは深みのあるダークブラウン色でヴィンテージのお部屋と相性の良い木材です。また油分を多く含むのでツヤがあり高級感があるお部屋を演出したい時にもおすすめです。次は柔らかくて軽さが魅力の針葉樹の代表的なパイン、杉、この2つの木材を見ていきましょう。針葉樹の中で代表的な木材がパイン。色はアッシュに比べ赤みがあり、質感はソフトなので優しい印象のお部屋を作るときにおすすめの木材です。また木肌が柔らかいパインはぶつかった時に衝撃を和らげてくれるので硬い広葉樹に比べ安全性の高い木材です。怪我などのリスクが低くなるためキッズ家具などにも適した木材です。続いて針葉樹の中でも気密性が低くとても軽い木材が杉です。とにかく軽い家具をお探しの際に注目すべき木材です。また気密性が低い杉は家具の反りの原因になる湿気を逃がしやすく、狂いが生じにくい木材でもあります。多湿な環境でも安心してお使いいただくことができます。はい、ということで今回は木材の硬さについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
最後にもう一度おさらいです。広葉樹のメリット、耐久性が高く長年使用したい家具に最適、揺れに強くソファーチェアのフレームにも良い、筆跡が残りにくいためデスクテーブルにもおすすめです。針葉樹のメリットは、軽量のため移動や掃除が簡単、手触り見た目が優しい印象になる、柔らかく安全性が高いためキッズ家具にもおすすめです。木材の硬さに注目すると自分の好みに合った家具かどうかが判断しやすくなります。家具をご検討する際にはどんな木材が使用されているかにも注目してみてください。ということで、今回の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。他にも気になることがあればコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。ありがとうございました。